Grazie.誰だ誰だお前俺はどこ出てくるよバカじゃないの目を開けてよあなたの周りに見ろよ何を見えますか俺たちの周りは火があるなぜこのところに死んないよたまたま地獄へ行き着いたんだ地獄にいるってどういうことあなた自身の死を思い出せないねあなた嫉妬のせいで侵入を37回を差し通す私それを見ましたそれからアナでデパートのトイレを殺された本当に情けなかった俺覚えてる。あいつは俺の彼女を盗んだ。あれは完全な犯罪だった。警察は俺を怪しいって思ったんだけど、彼らは俺と殺人をつなげられなかった。でもなぜこの俺が殺されました？ええ、どうやらあなた今怒ってる。知ってる？地獄に出入りの人は地球上の人に迷惑をかけるの先見がある。もちろん、今あなたも我々の人間だ。そうか。それなら、俺をお前と連れて、そして俺を教えて。最初は、俺の死を仇を討つ。そして俺、人間の世界に闇を広めるの新しい目的を全うする。